皆さんこんにちは。ジュラシックアダライブメジストテリウムボス金打撃イベントをやっていきたいと思います。今日はですねちょっと遅くなりまして、もう残り3時間47分ということで、皆さんの参考にならないかもしれませんが、早くできなくてすいません。どうも今日はですね届かなくてですね、今ですね移動して2時以降のですねデイリーミッションをクリアした後で、今動いてやっております。はい、では早速なんですが、まあいつものようにね、推奨生物全部26から30というもんなんですけど、まあとにかく今回のものはですね、この割合っていうやつですね、っていうものがあって厄介なやつなんですけど、はい、まずね、これ、ティラコレオなんですけど、これもね、0.3 倍、33% と 0.6 というですね、まあ2回でほぼ倒せるんですよね。このカウンター持ってますから、2回で倒すことができるっていう厄介なやつ、倒されるっていうですね、厄介なやつですね。でメジストテリウムも同様にこれもですね 0.4 倍を持っているので結構厄介なんですね。あと脱走負荷持っているのと、あと抗体で、これ持っているので攻撃力上昇持っていますから、だから抗体だけで出てこられるとちょっと厄介なんですけど、はい、移動速度耐性を持っています。あ、ちなみに今回のは全部3つとも移動速度耐性持っていますね。ティラコタトルは言うまでもないですけど、この継続ダメージと引き裂きテイクダウンですね、この2つで2回でやられちゃいますから結構厄介ですということで、まあ、継続ダメージは食らわないやつを出しておきましょうということと、逆に向こうに継続ダメージを与えていくものを出していくっていうのも手かなと思ってますね。はい、ということで、まあ、メンツ的には、はい、あえてねこのティラコタトルの前のですねスコタトルなんかで勝負してみるっていうのもいいかなと思いますし、あとはですね、まあこれ普通にトリを出していけば勝てるんですけど、まあここはですね、まあパワー対決ということで、まあソロドロを出したりですねしていきたいなとも思っているんですけど、であとですねこれよりも早いものを出していかなきゃいけないので、まあここはですね、最後はねこれ一応抑えでフォルサーロを出しておきますけど、3番目はですねモータムじゃないかな、モータムで行ってますかね、まあ多分そこまで行かないと思うんですけど、はい、これで行きたいと思います。はい、珍しくね、はい、僕の好きな、スコタトルから行きたいと思うんですけど、スコタトルはですね、まあこのゲーム始まった時からですねずっと強いですね。まあ万能だと思っているんですけど、特にこのアカウントはですねスコタトルが異常に速くてですね先手が取れてしまいますので、さあここでですね継続ダメージですね、とりあえずまずは、これを打っていきましょう。さあこれに対して向こうは、はい、カウンター当ててからの、はい、当ててからの、そしてですね 0.3 をね打ってくると思うんですけど、さあこれで向こうの体力が奪われています。でここで向こうは、はい、徘徊とか打ってくる可能性があるんですけど、はい、ここは、はい、無効攻撃を打っておけば、はい、この先制の回避もね外せると思うので、はい、これを外してですね回避を外して、はい、倒していけばいいんじゃないかなと思いますね。はい、いいですね。さあこれで、あ、ティラコタトルが来るということは抗体だけを使ってくる可能性もありますね。ということでここは1ターンちょっと耐えておきたいので、はい、ちょっと打つ手がないのでまずこれ1個打っておきましょうか。さあこれで向こうは、はい、継続ダメージを打ってくるので、はい、ここでもうねこっち側が削られるの分かっているので、はい、これはしょうがないですということで、これより早いのを出していけば問題ないので、はい、ソロドロを出していけば継続ダメージは食らわないし、1ターンで倒せると思いますので、はい、これで楽勝ですね。ここまで来ればもう次ねソロドロの2倍が待っていますから、もう容赦ないですよ、容赦ない感じなんですけど、はい、どうしようもないですねこれされるとね。はい、ということで勝つことができました。はい、では報酬見ていきましょう。はい、報酬の方は、まあ、今回はですね、メジストテリウムということで、まあ、あんまりいらないんですけど、これもう一個これの上が出るんですかね、この上位モデルが出るんであればちょっとかなりね強力なのが出そうな気がしますけど、何と組み合わせて出てきますかね。おっと、初めて、手に入れましたね、デイのテリウムがこれでできましたね。
はい、そして、エラスマザリウムとかこの辺はいらないんですけど、最後のエピックちょっと期待したいんですが、3つきますか。あ、ティラノいらないな。最後、おっと、いらないけどインドミナスレックスレジェンドが出ましたね。珍しいですね。はい、ということで今日は以上になります。ありがとうございました。ではまた明日。